待ってるね、サポーターに対してちゃんと説明をしないからこういうことになるんですよ、わかります？横浜 F マリノスの F は J リーグ史上唯一行われた球団合併の名残で、かつて存在した横浜フリューゲルスの F です。ダービーのライバルチームに自分のチームが吸収される、なんでしょうね、まあ強引な例えですけど、アトレティコがレアルに吸収されるって感じですかね。そんな大事件がかつて J リーグには起きました。フリューゲルスが J リーグに加盟してたのは1993年から1998年の間でしたね。 J リーグ元年には後の、ね、日本代表監督になる鴨さんが指揮を取って、ね、ゾーンプレスを駆使しながら本当攻撃的で魅力にあふれたチームでしたね。皆さんもご存知のスター選手も数多く在籍してました。まあ、代表的なところで言うと、前園選手、山口元博選手、三浦篤弘選手、キーパーのレゲー君こと森さん、その森選手の後を継いだゴールキーパーが楢崎聖剛ですね。楢崎聖剛さん、楢崎選手は、まあ、先に言っちゃいますけど、ね、横浜フリューゲルスが亡くなって名古屋グランパスに移籍するんですけども、まあ、その時にね、全所属チーム横浜フリューゲルスっていう表記が、亡くなるのは嫌だということで、移籍はしたくないって楢崎選手は宣言してました。その宣言通り、楢崎選手は全所属横浜フリューゲルスであり、名古屋グランパスで引退をしました。そして遠藤選手、現役でフリューゲルスの在籍経験者としてはもう最後の一人となりましたね。遠藤選手は鹿児島実業を卒業して、J リーグに最初に加入したクラブが横浜フリューゲルスでした。J リーグ元年あたりに活躍してたエドゥ選手ですね。ジュビロ磐田に決めたの40メートルぐらいあるのかな。スーパーサッカーでリプレイ見て、あんなとこからよく決めるなっていうね、もう本当ミハイロビッチかっていうぐらいすごいフリーキック決めてたな、思い出しますね。あとサンパイオですね、ボランチのサンパイオ、1998年のフランスワールドカップのレギュラーですからね。フリューゲルスに所属してブラジル代表のレギュラーとしてフランスワールドカップに挑んで初戦でゴール決めてますからね。その時のゴールはフリューゲルスでよく練習してた時のおかげだって言ってましたけどね。いやー、なんか誇らしげですね。そしてジーニョ、1994年のね、アメリカワールドカップの時ブラジル代表でレギュラーを張ってた人ですね。フリューゲルスでも10番つけてました。まあインパクトはなかったですけども、パウロ・フットレっていうね、ポルトガルのもう本当超スーパースターも一時期在籍してました。そして忘れてならないのが、モネールですね。お尻合わせてね、なんかサンバみたいに踊ってるんですかね、なんかわかんないけど、そのモネールダンスなんていうね、ゴールパフォーマンスがすごい有名になった選手がいます。日本語も流暢でね、インタビューもなんかサンバさんの番組出てたりして、本当 J リーグ元年というかね、その辺盛り上げてくれたプレイヤーですね。まあ、これは完全に余談でもないんですけども、フリューゲルス のテーマソングはあのアルフィーが歌ってましたね。なかなか収入が伸びなかった、費用面の削減も思うようにいかなかったと。そしてあの衝撃の、発表がされたのが、1998年10月29日ですね。当時 のフリューゲルスの親会社だった佐藤工業と全日空が経営なんで、まあもうチーム支えきれないって白旗あげちゃうんですね。でまあチーム解散っていうことじゃなく、またこれを複雑にさせる合併っていう話が持ち上がるんですね。でその合併の先の相手が、同じ横浜市に籍を置くマリノスっていう、これまたね、なんか何とも言えない状況に陥るわけですね。J リーグにとって、一番厳しい、試練の時だなというふうな印象を持っています。まあ、その時、その当時のマリノスの親会社の日産も若干経営難だったみたいで、まあ川淵チェアマンのね、後のインタビュー読むと、2チームクラブが消滅してしまう可能性があったって言ってましたね。
チームを消滅させたくないっていうやむを得ない救済処置だったと思うんですけどね。リバプールがエバートンを吸収したらね、それとんでもないことですし、まあサポーターはまあ死んでも納得しないと思いますよね。まあマリナスのサポーターも複雑ですし、フリューゲルスはもっといたたまれない気持ちだったでしょうね。で実質主導権を握るマリノスにフリューゲルスは吸収合併される形で調印されることになるんですね。合併の話はね、当時の選手たちのインタビュー読むともう全然知らされてなかったようですね。誰も知らないです。まだ聞いてません。まだ聞いてないですか。こういう会社です。我々が舐められてるのか、それとも向こうが最低のレベルなのかどうか分かんないですけど、九州合併が決まった後の初めての J リーグの試合で当時の監督のエンゲルスは叫びましたね。誰でもいい、助けてくれって。こんな悲痛な言葉ありますかね。サポーターも立ち上がって、その合併反対の署名には62万人もの人の署名が集まったそうです。この時は本当ね、マスコミも連夜ね、連日連夜報道してて、なんか社会現象的な感じでしたね。エンゲルは言ってましたね。ドイツでもスポンサーが撤退することは、ね、ないことでもないそうで、それでもやっぱりサッカークラブっていうのは市民のね、共有財産って意識があるんで、まあ、大体は他の企業が助けてくれるっていうことみたいなんですよね。横浜ルーブスのファンとサポートに本当に心から今まで1年間 J リーグの試合どうもありがとうございました。そういった背景もあって、本当のところフリューゲルスを救済しようっていう企業はあったんじゃないかって、何か見えない力が働いて合併って形に落ち着いたのか。そして1998年12月2日に、両クラブの合併が正式に調印されます。存続に向けて少しでも可能性があるならば一生懸命頑張りましょう。今日はありがとうございました。ですかね、これだけの合併反対の署名集めてもやっぱり金には勝てないのかなっていう、あの時虚しさを覚えましたね。そこから合併が決まった直後の天皇杯で横浜フリューゲルスはとてつもない奇跡を見せることになります。その大会のフリューゲルスは本当神がかってましたね。あれよあれよと勝ち進んで、準々決勝でね、当時最強のツートップだったジュビロを破って、準決勝ではそのツートップのまた一つのアントラーズも打ち破って決勝に進出ですよ。横浜フリューゲルス最後の試合となる天皇杯決勝でエスパルスを2対1で破って有終の美を飾ります。なんとも切ない有終の美ですけどもね。山口選手は言ってましたね。その時フリューゲルスが、ね、2対1でリードしてホイッスルを迎えようとしてたんですけども、ここでエスパルス追いついてくれたら延長戦になってもう少しプレーできるんだなっていう気持ちが山口選手はよぎったそうですね。この気持ちはあのね、フリューゲルスの選手しかわからない気持ちだって言ってましたけど、優勝トロフィーをフリューゲルスの面々が雄たけびを上げながら掲げてる姿は本当印象的でしたね。あの時の NHK の山本アナウンサーの言葉が、これがまた良かった。本当心にしみるんで、こんな私ですけど、復唱させてください。私たちは忘れないでしょう、横浜フリューゲルスという非常に強いチームがあったことを。東京国立競技場、空は今でもまだ横浜フリューゲルスのブルーに染まっています。カップ戦で優勝するぐらいの強いチームが消滅してしまうんですよ、親会社の都合で。まあね、あまり感情論でね言ってもしょうがないですし、まあ私みたいなおっさんがねこんなあれこれ言っても始まんないですけども、やっぱこのねフリューゲルスの合併の話は、ね、教訓にはなってると思いますけど、忘れてはいけない
ことだとは思いますね。お見せしている画像はあれですね、横浜の戸塚にある横浜フリューゲルスがかつて、練習場として使ってた場所ですね。今はねもう別の、企業さんに渡って、自分が行った時は少年たちがねボールを楽しそうに蹴ってましたけど、まあこの少年たちにねフリューゲルスっていうクラブあったんだよって聞いても多分分かんないだろうなと思うんですけどね。まあこんなおっさんがまあねフリューゲルスの歴史を少しでも残したいなっていう思いでこの動画撮りました。では。